河合貴則君国民民主党の河合貴則です <laughs> え時間持ち時間が短いので早速質問に入らせていただきたいと思います、えー、衆議院側で我が党のえ田中憲議員からもえごしあの質問があったかと思いますが、えー、北朝鮮向けラジオ短波放送白風のことについて、えー 両大臣にお考えをしたいいと思いますまずあの外務大臣、拉致問題担当大臣、それぞれにお伺いしたいんですが、現在、北朝鮮に拉致されている被害者に対して、メッセージを送るための短波放送ラジオとして、潮風の活動をしていることはご承知かと思いますが、この潮風の活動についての評価と認識をそれぞれお伺いしたいと思います松野国務大臣お答えをさせていただきます。 北朝鮮域内への情報伝達手段が限られている中、拉致被害者の方々や北朝鮮市民、北朝鮮当局に対し、日本政府や日本国民、さらには国際社会からのメッセージを伝達する手段として、北朝鮮向けラジオ放送は極めて効果的であると考えています。政府としては、北朝鮮向けラジオ放送、ふるさとの風及および日本の風を運営するとともに、 特定失踪者問題調査会との間の業務委託契約を通じ、調査会が運営する北朝鮮向けラジオ放送、潮風の番組の中で、政府メッセージの送信を行うと、調査会と連携してきています。今後とも調査会と連携して、北朝鮮向けラジオ放送の充実強化ができるように、しっかりと取り組んでいきます上川外務大臣。 この,あのラジオ放送、この北朝鮮向けのラジオ放送につきましては、今、あのネット社会でありますので、さまざまなあの、えー、ルートがあろうかと思いますけれども、あのいろんなチャンネルを利用して、活用して、そしてあの丁寧に、えー、この情報を伝達していく、こうしたことをあの継続していくということは、極めて重要であるというふうに認識をしているところであります。 今あの、拉致問題担当大臣の,あの,のご説明のとおりでありまして、北朝鮮向けのラジオ放送として、政府はふるさとの風、これは日本語ということでありますし、また日本の風として、韓国語で運用しているということであります。そして、あの民間の団体であります、特定失踪者問題調査会。 えー、自らが運営をする北朝鮮向けのラジオ放送、潮風、この中で、政府のメッセージも送信していただいているというふうに承知をしているところであります、北朝鮮域内への,情報あの伝達手段が極めて限られているという中にあって、こうしてあの拉致被害者等の日本人や、北朝鮮市民や北朝鮮当局に対しまして、 日本の側から政府や日本国民、さらには国際社会からのメッセージ、これを伝達する手段として、これまでも北朝鮮向けのラジオ放送は大きな効果を果たしてきたというふうに私は思っておりますし、これからも途切れることのなく、それを伝達することが大事ではないかと、こんなふうに思っております。 川井貴典君、はい、あの前向きにご答弁いただきまして、わざわざ今さらこの質問させていただいた、その問題認識なんですが、あのかつてイラク戦争が起こったときに、イラクに取り残されたイラク在留の日本人の方、この方々や欧米の方で、要は拘束された方々が、一箇所にまとめて拘束されたんです。でその時に BBC やボイスオブアメリカは、1時間に1回ずつ、人質の方に対して元気づけのためのメッセージを発信してるんですよね。で、その、それに対して日本がどうだったかというと、相撲の取り組みの結果や、お料理番組をやっていたということで、その時、拘束されていた日本人の方が、非常に惨めな思いを。 日本人に生まれてよかったのかと、まあ、こういったことまであの真剣で悩まれたという、まあ、そういった実は書籍があります、メッセージを発信するということについて、あのアメリカ残念ながらアメリカやイギリスに比べて、日本は極めて弱いということをぜひご認識いただいた上で、今、両大臣がご答弁いただいたことについての取り組みをぜひ進めていただきたい、一言でも頑張れと、必ず助けるからと。 ということを国としてメッセージとして発信することがどれだけ拉致、えー、された方々を勇気づけるのかということをもっと重く受け止めていただきたいと思います。えー、その上であの、潮風の関係について、えー、これは拉致問題担当大臣にお伺いしたいと思いますが、あの実は2006年以降、潮風の放送をやっておりますが、えー、この2006年以降、この潮風に対して、この周波数帯に対して、強力な妨害電波がずっと出され続けております。 電力不足の北朝鮮でこれをやろうと思ったら、相当なお金、手間暇かけていないといけないということなんですが、これが2006年以降、ずっと続いている、この状況の中で、短波放送を届けるためにということで、妨害電波対策として、実は二重放送、他の周波数帯を使って同時刻に放送をしていると、いろいろ知恵を絞ってメッセージを届けているんですが、今回、NHK のいわゆる経営効率化等々の計画の中で、2024年以降に老朽化した100キロワットの 短波発信機、これ、八幡の発信所に置かれているものですが、これを2機廃棄をするということになっています。で、その結果として、工事期間中、10か月ほど、妨害電波対策としての二重放送ができなくなるということが懸念をされているわけでありますが、こうした事実関係をご承知なのかということと同時に、このことに対してどのように対応されるのか、このことをお伺いしたいと思います松野国務大臣お答えをいたします。 潮風の送信機については、短波放送施設を所有、管理している KDDI、潮風の免許人であり、設備を賃借している特定失踪者問題調査会、同様に設備を賃借している NHK との3社間での取り決めに基づいて運用されており、現在こ、これら関係の3社間で、設備移行に向けた協議が行われていると伺っています。 ご指摘の送信機の廃棄に伴う移行工事期間中は、一時的に一波での送信となると聞いていますが、この作業は移行後も潮風を二波体制で安定的に継続していくために必要な作業であると認識しています。政府とししてては、関係のの者間で協議をを尽くしていただき、潮風の担う重要な役割等を踏まえ、 拉致被害者等に向けた情報発信に支障が生じないよう、適切に対応してまいりたいと考えております河井貴則君。 はいああのまあ、三者協議をきちっと進めていただくことで適切な対応ということはご答弁そのとおりだと思いますが、えー、問題提起をしたことに対して、えー、協議を行った上で対応を図りますという返事だけがあって具体的にどうするといったことについての、えー、回答がなかなか得られないということも聞いておりますしたがって kddi や nhk 任せにするのではなく、えー、要は岸田内閣の大切な重要課題であるとおっしゃっているわけでありますから、えー、このことについては政府 がもっと主体的に働きかけを行っていただくことをお願いしておきたいと思います時間の関係があるので一問、えー、質問を飛ばしまして、えー、外務大臣に質問させていただきたいと思います あの今回、短波発信機を更新を、要は廃棄をするということの動きになっておりますけれども、皆さんご承知のとおり、近代あウクライナ侵略のときで明らかになりましたけど、近代戦は一番最初にインターネット環境を遮断するところから始まります。そうなったときに、当然のことながら、アナログ放送というものが唯一の通信手段になることが十分に考えられる、そうしたことを踏まえて、BBC や台湾の RTI は短波放送 の強化に走ってるんでです今アナログ通信の必要性というものが世界的にも再認識されているという状況の中で、日本もこの周辺有事、きな臭い状況に置かれているわけでありますので、安全保障や危機管理の観点から、アナログ放送の維持や見直しですね、こういったものも、 当初、計画を立てた数年前と今とでは環境が変わっているという問題認識のもとに、見直すことを検討すべきなのではないのかと私は思いますが、外務大臣のご認識を最後、お伺いして終わりたいと思います。上川外務大臣 政府といたしましては、これまでもさまざまな手段を通じまして、我が国の政策や取り組み、また立場に対しまして、国際社会の理解と、そして支持を得るための戦略的な対外発信を展開してきているところであります。このこの重要性については、れから… あのこれまでもそうでありますが、これからますます重要になると私自身認識しているところであります。ご指摘のアナログ放送につきましては、これ、外務省所管ではございませんが、NHK ワールドジャパンが一部の国、地域におきまして、多言語での短波放送を実施しているということでありまして、これは極めて重要なツールであるということを認識しているところであります。 引き続き国際社会の理解と支持を得るために、政府一体となりまして、このさまざまな通信手段を活用して、いかに戦略的かつ効果的に発信できるかということについては、不断の検討をしてまいりたいと思っておりま河合貴則君。 はい、あの丁寧にご答弁いただきまして、ありがとうございます。あの台湾た、ちなみに台湾なんですが、まああの、台湾海峡有事に備えてということで、えー、この300キロワット発信機7機、プラス100キロワット送信機が4機ということで。 11機持ってるんですねで日本の八幡送信所は、もともと300キロ5機と100キロワット2機の7機だったものを、2024年以降、4機に減らすと、したがってそれだけチャンネルが大幅に減るということでありますので、物理的にやりたくてもできなくなる可能性があるという、そういう危機意識を持って質問させていただいたということを受け止めていただきたいと思いますすみますすせん終わります。